2024年に原子炉等規制法関連省令が改正され、核セキュリティ文化を醸成するための体制づくりが原子力事業者に求められることになりました。核セキュリティ文化を醸成するためには、まず皆さん一人一人が核セキュリティを正しく理解することが必要です。この映像は核セキュリティ文化の醸成を図ることを目的に導入編として作成したものです。ドラマの中では、とある原子力事業者の経営者、管理職、核セキュリティ担当者の3人で、核セキュリティとは何か、核セキュリティがなぜ必要なのかなどについて話し合っています。ああ、山田さん。はい。君なら知ってるかと思って聞くんだけど、核セキュリティってわかる？核物質を守るっていうことですよね。それは言葉そのままだろう。具体的にどういうことなのかってことを聞いてるんだよ。具体的にですか？それはですね、白木さんがわかります。白木さん、説明お願いします。はい、核セキュリティを簡単に言うと、原子力施設のテロ対策ということになります。君たちがやっている核物質防護との違いはあるのか？それならわかります。核物質防護は IAEA が言うと核セキュリティなんですよね。つまりほぼ同じです。山田さん、認識の詰めがまだ甘いな。核セキュリティは核物質防護よりも概念が広いんだよ。つまりどういうことなんだ？はい、核セキュリティには放射性物質が盗まれたり、放射性物質を取り扱う施設に対する破壊行為を防ぐということも含まれているんです。核セキュリティの核には放射性物質も含まれるということだね。はい、放射性物質の防護という点を除けば、原子力施設では核セキュリティと核物質防護とは、基本的には一緒です、そうだったんですね。映像の中でも述べられていましたが、核セキュリティは核物質防護よりも広い概念です。核物質が盗まれたり、原子力施設が破壊されたりすることを防ぐ核物質防護に加えて、放射性物質が盗まれたり、放射性物質を取り扱う施設に対する破壊行為を防ぐことも含まれます。原子力施設では核セキュリティと核物質防護は基本的には一緒です。一言で言うなら、原子力施設におけるテロ対策です。これまでも核物質防護として原子力施設を守るための対策が取られてきましたが、今後はテロ攻撃による原子力施設の破壊をより強く意識して核セキュリティを強化していくことが必要です。そもそもなぜ核セキュリティが注目されるようになったんだ？はい、2001年9月にアメリカで発生した同時多発テロ事件が一番の要因だと思います。 9.11 同時多発テロが？はい、もしテロのターゲットが原子力施設だとしたら大変なことになります。確かに考えられないことではないな。それで注目されたのか。その後、国際的にはさまざまな核セキュリティ強化策が行われてきたっていうことですか？そうです。日本でもそれ以降さまざまな対策が講じられてきたんです。そしてさらに2012年の規則改正で、我々の核セキュリティの意識を高めることが求められました。核セキュリティの意識ね。新たに改正された規則の下で、新たな意識を持って対策を講じていくことが大事になってきたということです。
私が思っていた以上に核セキュリティは注目され、そして大事なことだということが分かったよ。大事なことは十分に分かった。そこでだ、我が社がこれまでやってきた核セキュリティ対策はどうなんだ。はい、我が社の核セキュリティはハード面では海外の原子力先進国並みだと言えるでしょう。しかし先ほどお伝えしたようにテロ対策として核セキュリティをより一層意識した対策が求められていると思います。つまりどういうことだ。はい、例えばテロリストによる簡単な攻撃で被害が拡大する可能性のある事例が示されました。わかりました。2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故の際の停電ですね。そう、あの時私たちが学んだことは、たとえ建物本体の地震、津波に対する対策が十分であったとしても、建物の周りにある電源設備などの対策が不十分であればダメだということです。もし建物本体が破壊されなくても、電源設備が破壊されれば被害は拡大するということですね。そう、福島第一原発の事故と同じような被害が引き起こされる可能性がとても高くなります。今もたくさんの人々が苦労されている。テロリストの攻撃によって同じようなことが引き起こされてはならない。そうです、そのような事態は絶対に引き起こしてはならないと思います。またある事件からこれまで考えていなかった事態についても、あらかじめ想定して対策を準備しておく必要があることに気づかされました。2012年にアメリカで高齢者たちが国の重要施設に入り込めたという事件のことですね。高齢者が国の重要施設に入り込む、そんなことが起こるのか。はい、嵐の夜に老人たちが何重にも張られたフェンスを突破して入り込んでしまったんです。聞くところによると、誤った警報が多く出たので警備員が監視システムを個人の判断で働かないようにさせたらしいんです。個人の判断で勝手に。はい、いくらセンサーや監視カメラで厳重に守られた施設であっても、それらを適切に使用しなければ効果を発揮しない。つまり使い手である人間の意識が大事だということです。まさにその通りだな。核セキュリティはプロとしての自覚と意識が何よりも大事だという良い教訓だな。厳重に守られていると思われていた施設に外部から人が入り込めたという最近の事例のように、たとえフェンスやセンサー、監視カメラなどの設備が備えられていても、それらを適切そして有効に利用しなければ設備は意味をなしません。設備はあくまでも人間を補助するものです。設備の使い手である人間がそれらを使いこなしてきちんと防護するという自覚と意識を持つことが大切です。職員一人一人が核セキュリティの重要性を理解して、核セキュリティの取り組みに関わっていくことが求められます。今まで核セキュリティを我が社のこととして考えたことはなかったが、今後は会社全体として核セキュリティを意識していかなくてはならないな。そうですね、私も認識不足のところがたくさんありました。一人一人が核セキュリティの重要性を認識して、職員全員が核セキュリティを強化していくことに真剣に取り組んでいく必要がありますよね。うん、本当にその通りだな。よし、今日からスタートだ。山田さん、はい、すぐに私のところに核セキュリティの資料を持ってきてくれ。はい、わかりました。核セキュリティになぜ取り組まなくてはならないのか、その必要性をご理解いただけたでしょうか。皆さん一人一人が
核セキュリティは重要だという意識を持つことが組織の核セキュリティを向上させていく第一歩です。